しますか。最終礼拝を始めさせていただきたいと思います。始める前に総額を申しまして、主に心から感謝を持っています。
Oh,
クロスの第3年にベルテ・シャタルと名付けられていたダニエルに一つの言葉が掲示されました。その言葉は真実で、大きな戦のことであった。彼はその言葉を理解し、その幻を悟っていた。その頃、私ダニエルは3週間の喪に服していた。まあ、3週間、私はごちそうも食べず、肉も無造酒も口にせず、また身に油も塗らなかった。第一の月の24日に、私はティグリスという大きな川の岸にいた。私が目を上げてみると、そこに一人の人がいて、万物の小物を着、腰にはウフアツの金の帯を締めていた。その体は緑中石のようであり、その顔は稲妻のようであり、その目は燃える松明のようであった。またその腕と足は磨き上げた青銅のようで、その言葉の声は群衆の声のようであった。この幻は私ダニエル一人だけがいて、私と一緒にいた人々はその幻を見なかったが、彼らは震え上がって逃げ隠れた。私は一人に残ってこの大きな幻を見たが、私は内から力が出て、顔の輝きも失せ、力を失った。私はその言葉の声を聞いた。その言葉の声を聞いたとき、私は意識を失って、うつ伏せに木に倒れた。ちょうどその時、一つの手が私に触れ、私の膝と手を揺さぶった。それから彼は私に言った。神に愛されている人、ダニエルよ、私が今から語る言葉をよくわきまえ、そこに立ち上がれ。私は今、あなたに使わされたのだ。彼がこの言葉を私に語ったとき、私は震えながら立ち上がった。彼は私に言った。恐れるな、ダニエル。あなたが心を定めて悟ろうとし、あなたの神の前でへりくだろうと決めたその日から、その初めの日から、あなたの言葉は聞かれているから、私が聞いたのはあなたの言葉の種だ。ペルシャの国の姫は21日間私に向かって立っていたが、そこに大地の君の人にミカエルが私を助けに来てくれたのだ。私は彼をペルシアの王たちのところに残しておき、終わりの日にあなたのために起こることを悟らせるために来たのだ。なおその日についての幻があるのだが、彼が私にこのようなことを語っている間、私はつむいと何も言えなかった。ちょうどその時、人の姿を撮ったものが私の唇に触れた。それで私は口を開いて話し出し、私に向かって立っていたものに言った。我が主よ、この幻によって私は苦痛に襲われ、力を失いました。我が主のしもべがどうして我が主と話せましょう。私にはもはや力も失せてしまい、息も残っていないのです。すると人間のように見えるものが再び私に触れ、私に力つけて言った。神に愛されている人も、恐れるな、安心せよ、強くあれ、強くあれ。彼が私にこう言った時、私は振り立って言った。
我が主よ、お話しください。あなたは私を力づけてくださいました。そこで彼は言った。私がなぜあなたのところに来たのかを知っているのか、いるか。今はペルシアの君と戦うために帰っている。私が出かけると、見よ、ギリシアの君がやってきた。しかし真理の書に書かれていることをあなたに知らせよう。あなた方の君ミカエルの他には私と共に降り立って、彼らに立ち向かう者は一人もいない。後ほどあなたの言語は聞かれている。ベニヤミン役の星のメッセージがあります。サミグループではサミグループにも星をお願いします。おはようございます。今日は、レインボーミュージックという、歌手の中から私たちのこの口はという曲を参加させていただきます。
はい、それではもう一度ご協力ください。最初から2曲、203番と204番you
私があなた方に語っている神の言葉、私の言葉に耳を傾け、また注意深く私の言葉を捉えなさいとしておっしゃられます。これによってあなたは生き、これによってあなたは私の技を成し、これによって大いなる祝福の器としての人生が開かれていくとおっしゃおっしゃられます。私の技はあなた方の小さな信仰を通して行われることを、また完成されることを覚えなさいとおっしゃおっしゃられます。あなた方は本当にたとえ小さくても信仰を働かせとなしたことを通して、私は確かに大きなこと、またあなた方の願ったことを願っている以上のことをなしていくことを覚えなさいとおっしゃおっしゃられます。今がどのような時かを、私の言葉を調べて、この正しく捉えなさいとおっしゃおっしゃられます。私のこの大いなる救いの計画、大いなるこの救いの日、この大いなるリバイバルの日が目の前に既にこの始まっていることを覚え、また週末における私の偉大なこの裁きの技、その日が目の前にこの迫っていることを覚え、今あなたがなすべきことをなしていかなくてはならないとおっしゃおっしゃられます。私のことを握り、また日々私の前にこの信仰の歩みをなすとともに、大いなるこのリバイバルの備えをなし、世界選挙の備えをなし、あなたのこの信仰の歩みを一歩踏み出していきなさいとおっしゃおっしゃられます。自分の前にこの壁がこの立ちはだかっているように感じている方がいますが、その壁は私が取り除き、また私がこのそこから救い出すことができることを覚えなさいとおっしゃられます。私がその道をあなたの思わぬところからこの扉を与え、また扉を開けるものであることを覚えなさいとおっしゃられます。あなたが確かに私を信頼し、また私に叫び求めるとき、私はその扉をつけ、また扉を開けることができるものであることを覚えなさいとおっしゃられます。この私の技、神の技は、この一人の人の信仰の歩み、信仰を通してこの起こるとおっしゃられます。世界の宣教も一人の人を通して起こり、また大いなるこの終末の技も一人の人を通して起こるように、あなた方一人みとりを通して私はこの働きを進めようとしているとおっしゃられます。自分の祈り、自分の信仰、自分の存在がこの無に等しいもの、小さいものであって、何のこの意味もない、価値もないというふうにこの否定的に捉えてはならないと称されます。またこの私はこのいろんな世代の方々を通し技を行うことを覚えなさいと称されます。子どもからこの老人まで、特にこの高齢社会の中においてこのその方々への働きというのは非常に大きなものであり、また重要な働きであることを覚えなさい。またそのために用いられる方々というものもいることを覚え、そのためにも祈っていきなさい。またその働きを通して私は本当にこの年を取ってからこの聖書でもたくさんの方を用いてますが、そのような働きを確かになしていくことを覚えなさいとおっしゃおっしゃられます。ハレルヤ。それではもう一度今の204番ネイブの流れのようにこれを歌います。